どうも踏みつけ勝利のアーム送水8位でございます。今回はサガビィーナスカップということで、サガの10レース牝馬の重賞ですね。ダートの1400メートル戦こちらのね。予想をしていきたいと思います。まあ、ただね。これ、結構南関東の馬が出てきているとなるとね。レベル的に言えば、まあそっちの方が強いんじゃねえかなとかっていうことも含めてですね。こんな感じの予想にしてみました。まず、軸が12番のアブソルトクイーンまあ、交流重賞で連敗したことで人気を落としている。 着順の、ね、数字だけ悪いんでね、まあ、ただし、この馬の実力ということでいえば、もちろんこの、今回遠征してきた南関東勢の中でも上位ということで、だったらね、人気落としんだったら軸でいこうかという形でいきたいと思います。まあ、そして3番、ロカマドール、えーと、南関東でね、これも特別戦の上位常連ということで、これはひもには拾っておかなきゃいけないとということにはなってくるんじゃないかなと。 いう形ですねまあ、そして6番、番王ブルーベリーこれも南関東の馬です、まあ、そしてねもちろん南関東勢上位に見ざるを得ないというところはあるんですがまあ、この馬の安城山口功ということで佐賀のトップジョッキーへの乗り換わりまあ、ね、あの騎手が遠征するのも大変な時代ですからねまあ、そうなってくると、まあ、トップジョッキーへの乗り換わりもやむなし。 まあ、むしろね、佐賀のトップジョッキーをここであえて手配したということは、このまま結構勝負係かりじゃないかなと、まあ、逆にね、例えば JRA から遠征するときも、あの南関東の方にに、ね、交流住所に行くとして、まあ、三日本とか、ね、森タイトとかね、あの南関東のトップジョッキーへの乗り換わりというのはよく見られる事例、まあ、それと同じことをやっていると思えば、 まあこれもね、あのここは勝負がかりなのかなということで、ひ、ま、も、あ、に拾う形でいきたいと思います。本当はか <laughs> まあそしてね、10番、カラースキーム、十、まあ、日賞勝,勝ちの後、まあと、東京プリンセス賞惨敗して休養という去年の流れの中から、まあ、半年間の、ね、休み明けを経て、間隔を空けて空けて使って、まあ、ここでまたそろそろ本領発揮してほしいなということで、ね、ひもに拾っておきたいと思います。 そして11番、アンバラージュ、地元代表ですね、前走は一番人気も及びませんでしたが、まあ、田マナトに乗り換わってね、えっ、ー、と比較的、やっぱり上り目は見せてくれたということで、まああの君の名は日田マナトなんてね、あの売り出し中ですけども、未だに、まあ、ちょっとね、山口功には話されつつあるんですけれども、えー、とデビュー まあ、まだ1年経っていない機種がですね。佐賀でリーディング争いをしているというあたり、相当な期待の若手なんでね。これも今回もまあ印は打っておきたいと思います。まあ、ですのでね。こんな感じで今回もやっていきたいと思います。まあ、そんなわけでちょっとね。当日朝になってしまいましたが、地方の当時あの重所なんかもやっていきますので、またね。g1 の方はメインチャンネル笛ガム tv の方でご覧ください。サッカーの感想も今日は上がる予定でおります。以上8時でした。